でもさっきまで枠が RF が何言ってるかマジ聞きたいんだけど、気になりますよね、うん、さっきの多分枠が悪かったんでしょうね。わー、部屋は寒いがドグラさんのプレーは熱い。さあ12本目、さあここら辺でマイケルタンガンを取り戻したい。結構5連勝っていう数字になってしまうので結構精神的にもでかいんですよね。半分をいっぺんに取られたっていう。波動をばらまいていく。ミーをやっぱり打たなくなってますね、だいぶ、まあ、あんだけ垂直を合わせられたらっていう、打ちにくくなるでしょう。まあでも打つんだけどね、まあ、どっから打たなきゃダメですからね。固めたいし、強引に攻めていく。2が刺さって置き攻め。さあしかし入れ替わって逆に画面端に持ってかれる。さあこのダメージが意外と大きい。そしてセットプレーから今回は裏。1ラウンド目はドーグラベガー。しっかり組みたいと。ギリギリとした立ち回りで、ああ、もう振っていく。しっかりコンボをつないで、また画面端からの置き攻め。2位で固めて、しかしここで波動を置いてある。これは美味しい。このダメージだで剣眼は昇竜を打ちたい、打ってウルコンでまくりたいがゲージが足りない。もう真に残ってるんですね。あとこねえって思ったかな。そうなんですよ。まあダメージアップの方法としてはやっぱ真竜は安定だと思いますけどね。真竜この状況削り圏内まで持ってかれる。しかもゲージがあるんで波動はなかなか打てない。垂直ジャンプ置いてある。ああ、今のは削れたけどもちょっと焦ってしまったが、取り戻したのはマイケル探検。ただゲージの量が、あ、広告ありがとうございます。飛びが通る。前中継に対して蛇前してから投げてしっかりグラップするなってた。これでまたあの置き攻めが始まる。しっかりガード、最初は表。剣側もこれかなり前投げ食らうの怖いですね。そうですね。さあしっかりコンボをつないで画面端まで持っていく。さあ勝利は化けてしまったか。フェイントからの投げ、カウンターヒット。これは無理とします。さあ第12試合取り返したのはマイケル・タンドケン66。さっきからそのマイケル・タンが垂直混ぜてたじゃないですか、最初の方は、でまあ、それに対して2位が噛み合ってしまうっていうのが結構多かったんですけど、そのおそらくそれ対策なんでしょうけど、野倉さん側が垂直見て降りたのを見てから立ち中継が振ってるんですよね、まあ安定して相手に対しての牽制技を通したりとか、
結構そういうのも大きいですよね。勝利券打ってほしいよね。そこで勝利券さっき打てたから、いやそういうのは俺好きだから。まあ、あの勝利も弱勝利ならそんな隙もないんで、何回もやってんじゃねえぞっつってね。リターンも大きいですからね。そういう意識をね、見せてもらわないと見せてもらわないと調子乗んなよっつって。ここでマイケルダンがまた乗れるかどうか。しっかり勝利を落とす。中段を空中くらい。さあガンガン2を打っている。ゲージもモリモリ溜まるよ。さあ投げを打って、今回は裏ガーフだったりしないのかな。さあピヨってダメージしっかりと、まだ死にきらないでしょう。しかし削り圏内打っていくが、しっかりガード、ゲージもしっかり溜める。まあ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 、ああいうのはよくあります。まあまあ実際にもリコン使ってたら死なんしね。まあ1ラウンド目を取ったのはドグラベガ。ゲージもたんまり溜まっている。勝利に対してしっかり投げたのかと。しっかり表ガード。さあ2段ガード中段になる。初めて使いましたね、ドグラさんガード。さあこの体力差きついが剣の刻みだなと言っていたら、投げが通って最速投げ。これはカス当たりもしない。さあ13本目取って、そのドグラベガ、その新しいコンボじゃないか、そのベガ側の2位からのセミキャン、うんうんうん、あれ結構ゲージもたまるんですよね。あーゲージ回収してる、ね、ゲージ回収が半分以上あるんで、まあゲージを使ってもやる価値があるっていうのは結構、うん、まあ状況によりけりだとは思うけど、まあ、画面端に行って殺し切りたい時はありですね。距離も伸びるんだかなり、うん。少々小中大ダブルにとかは入るな。まあ、そんな感じですね、うん。まあ、結構変更点しっかり、あまりその最初の方だとベガが、ベガ使いが、まあ、もうはバジルさんだからこんなん入れねえよって言ってましたけど、いやこの前やってたよ頑張って。やっぱ多分突き詰めるとやっぱ必要になってくるんでしょうね、うん。しっかりガード、投げが通る。勝利ガードして安定の投げ。しっかりダイブ。どんどん垂直に対してリスクは与えるようになってきました。裏は見えない。あれサメじゃん。ハメ、ハメ良くないよ、ハメは。ハイダラ飛んでくる、ハイダラ。ハイダラ、ハイダラ飛んでくる。ハイダラ飛んでくるよ、マジで。削り剣内だからさっきのがあるので、あまり削りに行くのも怖い。投げに対してしっかり対策としてレガートに逃げる。マイステでくぐっていく。さあ、あと少しが削れないまま30秒経っている。徐々に体力差も縮まって、ここでもう打ち切って削りで取ったの1本目はドグラベガ。さあそろそろキンネグさんのワイプを出したいところである。そういうこと。ここでキンネグさんのワイプを出していく。ダメージ差はあるがゲージもあるので、ゆっくりと行きたいベガ側。しっかりガードして投げを地獄車を食らって画面端まで、そしてまたぐるぐる2回転。
さあ2本目取ったのはマイケルダン。亀梨が逃げるか逃がさない。今回は実力がどんどん噛み合わなくなっていくからね。しっかり落とす。投げが決まって裏表、今回は表だがしっかり仕込んでいる。見えない、勝利打っていく。この起きで決まる可能性もあるが、しっかりガード、投げが通って見えない。14試合目とったのはドグラベガー。あるかね、お願いできるならやせばできるって言ってるよ。あいあい何百人が死にますよ。何百人ってすまねえだろ。ゴン直すのに大変だよ。ウリョさんがキンデムさんに反応しておる。ほんとだ。お、ちょっと痩せたとか書いてある。ちょっと一応痩せたからちょっとね、ダイエットしてるんだよ。これでもこれでもこれでもだいぶいい勝負だと思います。最初は結構荒れてたんです。お互い何連勝何連勝とか、まあ結構一進一退で。6キロ今年入ってから。しっかり食いたいぞ。全然いいけど。全然いいけど。いいけど、いいけど。今度はしっかり勝利つないで。さあ、股間を投げていく。めり込み上等。見えないよな。すっもう負けてるからセリフもかけるとなかったっぽい。うまっ。さあグラップ潰しを兼ねた立ち中継からのコンボで1本目取ったのはマイケルダン。しっかり見えている。空対空をミスってしまうが、コンボもミスしてしまう。下画面張り、スカチギダ見えないが、勝利上のコンボをミスして逆にドグラさん側が画面端を追い詰める形。追い返していく。ケルノア、また見えない。今度は表、やばいね。あおっと、ここで結構減るでしょう。ただ一度しのぎきればゲージもあるので、まだベガ側にも全然チャンスはある。一度逃げる。ただ削り圏内、飛びが通る。うわ、意地での飛びで2ラウンド目取ったのはドグラベガ。喋れてねえ。これは喋れなくなりますわ。ドンピシャで飛びましたわ。こうなるとゲージも優先なドグラさんも精神的に向けなれる、この1ラウンドは本当にでかいでしょう。そして画面上まで追い詰めてノリノリで攻めていく。もうさ、ピヨってこれは死ぬでしょう。15試合目取ったのはドグラベガー。
今の意地の飛びで全部決まった感がありますね。あれでかかった。さあここに来て土浦さんが追い返す。